こんにちは、プチフルール園芸チャンネルのショウです。新年が明けて少し時間が経って、ただいま絶賛花粉症にやられています。おかげでね、ちょっと鼻声になっちゃってるんですけども、聞きにくいとことかお見苦しいとかあるかもしれないんですけども、すいません。花粉症が出てくると、まだまだね春は先のはずなんですけど、もうねなんか春がすぐ来るのかなって気がねしちゃいますよね。そんな中ですけども、今回はより春を感じることができる早春のお花4選を紹介していきたいと思います。ナナンキュラス、ローダンスマム、八重咲きアネモネ、オステオスペルマムの4種類ですね。順番で説明していこうと思うんですけども、まだ寒い中でもしっかり耐えて春でも綺麗なお花を見せてくれる、そんなお花たちです。ぜひ最後までご覧ください。それではやっていきます。プチフルール園芸チャンネル、まず一つ目に紹介するのがこちらのナナンキュラスになります。ナナンキュラスは球根植物で、この大きめのお花が特徴的です。お庭や寄せ植えでもとても目を引いてくれるため、寄せ植えのメインやお庭のねシンボルになってくれることかと思います。昨今ではこのようにアンティーク風のナナンキュラスもとても人気です。これは植えたオリジナルのトワイライトレディという品種になります。このようにねアンティークな落ち着いた色味が特徴的なんですけども、これとかね見てもらうと、内側のこの花びらの色と外側の色がねちょっと違うんですよね。こういう感じですごいおしゃれなドレスみたいなね色合いだと思うんですけど、こっちもそういう感じで内側の色と外側のね花びらの色味がちょっと違うっていう、これがねとってもおしゃれですよね。そんなリバーシブルみたいなお花の色がね特徴的で、ちょっと面白いねものになります。でそんなナナンキュラスのこういうアンティークな品種を使った寄せ植えがねこちらになります。これがねアンティーク風のピンクのナナンキュラスを使っていて、で周りのリーフがね以前のジュリアの動画でも使ったブランルージュ、これがやっぱねおしゃれでシックな雰囲気を出しますので、これがかなり合ってるかと思います。まあ、他のねジュリアンなんかもそういった色目にしていて、まあ、こういった落ち着いた雰囲気がまとまっているかと思います。ただこのブラキカムがねちょっと夜なのでお花がクルンとなっちゃってますけども、まあ、これも昼間になるとねしっかりピンってなるのでとても可愛いです。ラナンキュラスはねこっからどんどん上に伸びてきます。背が伸びてここら辺でまたお花が咲いてくるかと思いますので、そうするとねここら辺のクロニラのね長さともバランスがあって、さらにいい感じになるのかなっていうふうに思います。でこういう感じにねおしゃれでシックな寄せ植えを作ることができます。あんまねこういう時期だと落ち着いた色目でおしゃれなシックな寄せ植えっていうのはなかなか作れるお花がないんですけども、まあそんな中でねとてもラナンキュラスは最適になりますので、とてもおすすめになります。でラナンキュラスはね寒さに強いんですけども、霜が落ちるとそれはねさすがにちょっと良くないっていうところがありますので、お花がちょっと焼けちゃったりしますので、地植えにする場合はね植える場所に注意してください。でこういうねアンティークでおしゃれな品種もあるんですけども、他にもねとても素敵な品種があります。こちらのラナンキュラスのラックスですね。これはねこのラックスはとても丈夫で、本当にねよく咲くラナンキュラスになっています。でかなり丈夫なんですけども、これ地中の方でね球根がどんどん増えていって、年々ね株が大きくなってきます。すごいね今年も来年もすごい何年もね楽しめる、そういうラナンキュラスになってるんですよね。でお花の方はちょっとね小輪目、お花のサイズはあんまり大きくないんですけども、光の感じでちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、お花が結構ツヤっぽい感じしてるんですよね。これがねとってもおしゃれです。で今のはグレーシスっていう白っぽい品種でしたけど、こういうちょっとおしゃれなねパープルグレーみたいな色もあって、でこういうのでもツヤがかかってるのでとってもおしゃれです。ここら辺のね模様が入ってるやつもいいですよね。でこういうのもあって、なのでね小輪目ではあるんですけども、とてもね華やかなお花がたくさんありますので、このラックスとてもおすすめになります。なかなかね入手するのはかなり難しいかとは思うんですけども、もしねお店で見かけることができましたら、ぜひ購入してみるといいかと思います。では次に行きます。はい、次に紹介するのがこのローダンスマムになります。ローダンスマムはねこういうマーガレットと似たようなね形をしたお花になるんですけども、これがマーガレットですけども、こっちのねローダンスマムも、まあ、お花の形は似てるんですけど、ローダンスマムはねマーガレットよりも寒さに強くて、この時期のね寄せ植えでかなり活躍してくれる、そういうお花になってます。マーガレットと他にも違うところがいくつかあるんですけど、まあ、一つは葉っぱですね。葉っぱが普通のこういう葉っぱなのに対して、ローダンスマムはねこういう細長くてちょっとシルバーがかった葉っぱをしてます。この葉っぱも結構独創的で、まあ、この葉っぱがね相まってよりローダンスマムはねおしゃれな感じがするかなというふうに思います。であとはねマーガレットと違って、ここら辺の部分があんま幹みたいにローダンスマムはなりませんので、そういうところもあってマーガレットよりもねローダンスマムはあんまり背が伸びず低く保つことができます。それも寄せ植えに使いやすいっていうポイントですね。
で、ローダンスマムはね、とても長く咲いてくれるお花になりますので、6月、だいたいね、梅雨手前ぐらいまでは綺麗に花を咲かせてくれています。宿根草なので、毎年楽しめるお花にはなるんですけども、夏の暑さと加湿はね、苦手になりますので、だいたいね、梅雨前ぐらいに刈り込んであげるのが大事になります。それでね、なんとか梅雨とね、夏を乗り越せるようにしましょう。ローダンスマムはね、このようにピンク系でシックな可愛い品種が多いので、こういうね、シックで可愛い寄せ植えを作ることができます。これがね、さっきお見せしたものと同じで、ローダンスマムのプチマカロンですね。プチマカロンを使っている寄せ植えになるんですけども、ローダンスマムはね、結構高さがありますので、こういう風に後ろ側のところで使ったりしてもいいですし、まあ、真ん中で使ってもいいです。こういうオレガノとか、こういうシルバーリーフがあるんですけども、まあ、こういう白いお花とかね、一緒に植えてあげると、まあ、よりね、あのシックな雰囲気も出て可愛いかなっていう風に思います。それで、まあ、やっぱりね、こういうシルバーのね、細い葉っぱが、こういう風に細く出てるところ、これがね、あるのでね、やっぱりやぼったくなくてね、とてもスタイリッシュな雰囲気がして、とてもいいですね。やっぱローダンスマムはこの季節の寄せ植えにとってもおすすめです。プチフルール園芸チャンネル。はい。で、次に紹介するのが、こちらの八重咲きのアネモネになります。八重咲きアネモネは、こういう風にね、ふわふわしててとても可愛らしいお花してます。可愛いと豪華っていうのを兼ね備えてるので、とてもね、おすすめのお花になります。で、アネモネはね、球根植物で、開花期間もとても長くて、長く楽しむことができます。一輪咲きのね、アネモネとかもあるんですけども、やっぱりね、こういう八重咲きの方がね、豪華な感じがして可愛いかと思います。今、こういうふわふわの感じなんですけども、これもね、時間が経つと開いてきます。開いてくるとね、まあ、まさしく金峰月花みたいな感じな雰囲気の花になりますので、まあ、そういう状態よりもね、今のこのふわふわの状態を楽しんでもらうのが、より良いかなっていうふうに思います。こういうふうにね、根元に、いっぱいね、次のお花になろうとしてるのが、こういう感じでね、ありますので、こっちのね、お花が終わっちゃったら、まあ、これ飛ばしてあげて、次のね、お花に、また、上がってくるのをね、楽しみに待つような感じにしてもらえばいいかと思います。で、アネモネね、先ほど、とても長く咲くっていうふうにお話ししたんですけども、まあ、大体ね、6月ぐらいまで咲いて、夏物の間はね、地上部はね、枯れてなくなるかと思います。まあ、先ほどのね、ナランキュラスも球根なので同じになるんですけども、そういうふうにね、地上部がなくなってしまうと、まあ、場所がね、どこに植えてあるかわかんなくなっちゃうかと思います。しっかりね、こういうラベルを刺しておくとか、何かしらね、シンボルを立てておいて、あの場所がわかるようにしてあげましょう。もうね、あの存在を忘れてしまって、そこになんかいろいろ置いちゃうとか、まあそういうことがあるとね、よくありませんのでね、しっかりとね、どこにあるか把握できるようにしておきましょう。こちらのアネモネは、八重咲きアネモネのリディカという種類になります。リディカはね、花びらが多くて、とっても豪華でね、可愛いです。では、次のお花に行きます。最後に紹介するおすすめのお花は、オステオスペルマムになります。オステオは休暇のお花で、このようにね、結構色幅があったりして、可愛くて結構シャープなお花っていうのと、とってもね、丈夫な点が特徴になります。本当に丈夫で、もうお庭でね、完全に放置してても、何年もね、お花が咲いてくれる、それぐらい丈夫なものになりますので、初心者の方でもね、とても気軽に手を出していいかと思います。それだけ丈夫な休暇の植物になりますので、仕立て直しのね、切り戻しも何回もできます。葉っぱを残さない、大胆なカットでも全然大丈夫ですので、ぜひね、形が崩れたりしたら、切り戻しをしてみてください。またね、その切り戻しの方法は紹介動画を出そうと思いますのでね、そちらを見てもらえると良いかと思います。でね、オステオはね、とても丈夫でお花が可愛いっていうのもあるんですけど、あとさらにね、お花もめちゃくちゃつきます。本当にたくさんつきます。このね、苗を見てもらうとわかると思うんですけど、この辺もう、つぼみがね、ありとあらゆるところについてます。いっぱい本当にね、ついてますよね。これ中の方とか、ブラッカーももちろんついてますし、こういう感じで本当につぼみがたくさんつくので、まあ当然ね、その通りお花もたくさんつきます。本当にお花満開になるととても豪華になりますのでね、オステオ育ててみてください。で、まだ時期的にね、オステオ一枝咲きのものしか出てないんですけども、もう少しね、時期が春に近づいてくれば、だんだんとね、八重咲きの品種も出てきます。八重咲きの品種もね、とっても可愛いです。八重咲きの品種は、とても可愛い上に、さらにね、とっても豪華ですのでね、ぜひね、八重咲きの品種が出てきたらね、こちらも使って、寄せ植えやってもらうといいかと思います。で、言い忘れたんですけど、こちらのね、オステオの品種は、グランドキャニオンという品種になります。グランドキャニオンもね、とても可愛い上に、こちらはね、分割できるんですっていう風に書いてあるんですけど、まあ、分割できる苗になりますので、これ多分日本植えとかだと思うんですけど、2本ね、こう分けて、パカッと分けて植えることができますので、寄せ植えでね、とても使いやすいかと思います。で、あと、オステオはね、とても丈夫と言ったんですけども、暑さはね、ちょっと苦手になります。なので、できたらね、夏は日陰に置いてもらえるといいかなっていうふうに思います。以上の4点が、
当店がおすすめする早春のお花でした。プチフルール園芸チャンネル、はい、いかがだったでしょうか。今回紹介した4つのお花はどれもね、とても寒さに強く育てやすい初心者の方でもね、安心して育てられるお花となっております。またね、寄せ植えでもメインとしてね、使うことができるようなとっても可愛いお花になりますので、ぜひ育ててみてください。それぞれのね、お花を使った寄せ植え動画も今後ね、投稿していくかと思いますのでね、ぜひお待ちください。今回の動画が面白い参考になったと思いましたら、ぜひともチャンネル登録、高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。